こんなブツブツ切れたら飽きまへんやろ、あなた。切れすぎやて。5分して切れるからあかんて。峰塚古墳でございます。全長が86メーター。氷の前方公園ですがね、ここ今は3500点ぐらいなのかな。副葬院から言うとね、王族の墓だろ言われてるんやけど、氷やけどね。ほい10年、5年、10年前までは中入れたんだけどね、今。どうやね、宮内庁の管理になったんかな。入れないんですよ、今。そこ崩れてましたからね。ここからよう見えてましたけどね、いや、崩れたやつがね。こんな感じですよ、前方公園。修復したんかね。修復はしてなさそうやな。ああ、修復してありますね。あの辺いっぱいね、崩れてましたからね、前ね。修復したみたいですわね。こちらの方が前方部の方でございますからね。え、これ修復したのかな、これ。わからんな、あの辺が崩れてるけどね、これ。修復したのかもしれませんね。崩れてるか、あれが見えない、見当たらんので。豪華前方部だけのことだけでね、あと残ってないですけどね。中入れてたんですね。つい最近は入れんけど、5年、10年ぐらい前入れたんちゃうかな。その時はあまり興味なかったんでね。みんな子供が上へ上がって遊んでましたけどね。こちらの方は号はないんですね、これね。埋め立てましたから。どうやね。若干、形は見えるかな感じやね。若干やね、形が。ここに資料館あるんだけどね、そこは今日はもうね、閉まってました。仕方ないんでね、今ちょっと回ってるんだけど、先にね。じゃあ公園部でございます。方法不明の方にはね、いろんなのがすごいことが出たんで、3500点も出たりとかな。これは王族関係の水塚古墳だ。ダメだな、これ続き入れてるな。